まさきは腹を空かせて家に帰り、作ってあったカレーそばのつゆを温め、その間に着替えた。土曜日の午後だというのに誰もいない。すぐにまさきは両親が今朝富士霊園に行くと言っていたのを思い出した。通学時間が片道1時間半もかかるので、土曜日とはいえまさきが家に着くのは午後2時だ。昼飯の時間はとっくに過ぎている。つゆが温まるのもそこそこに、まさきはカレーそばに食らいついた。テレビを見ながら麺をすすっていると、急に外の雲行きが怪しくなってきた。ものの10分で収まるだろうと思ったが、これ以上視力を悪化させてはまずいと思い、まさきは暗くなった部屋に蛍光灯をつけた。新しい蛍光灯、約1週間前に取り付けられたものだ。先週の日曜日、6時頃に家に帰ってきたまさきは驚いた。もう外は暗いのに、リビングに明かりがついていないどころか、蛍光灯が外されていたのだ。両親はその頃ホームセンターに新しい蛍光灯を買いに行っていたらしく、不在だった。暗いリビングの中で光っているものは何もなかった。テレビの電源も消えていた。まさきはあの日、ちゃんと1時間後にテレビの電源が切れるようにタイマーをセットしておいた。暗く静かな部屋に冷蔵庫のうなり声だけが響いていた。上にいるはずの周作も何の気配も発していなかった。そばをすすりながら、まさきは先週のできすぎた勝利を思い出した。寺尾に作ってもらったパチンコ店などでも使える防犯カメラ、それをまさきは2週間部屋のあちこちに配置し替えた。カメラから伸びた細いコードは、本棚の奥に隠してあった小型ビデオデッキにつながれていた。まさきは長時間の外出をするとき、撮影開始と撮影終了時刻をセットしてから出かけていた。カメラを仕掛けて3日目の夜、初めてテープの中を見たとき、まさきは激しい嫌悪感に襲われた。映像として周作のあさりが残ってしまっているのだ。今までは周作が残したわずかな痕跡などで、まさきは周作のあさりを想像していた。ビデオの中での周作の変態性は、まさきの想像を上回っていた。充血している目、落ち着きのない仕草、ただれたように開けられた唇。そういったビデオ数本をまさきはパソコンで編集し、ダイジェスト版として1本の強力なビデオにまとめ上げた。高橋がなり氏も真っ青な、とんでもなく豪華なホモ&盗撮ビデオと言ってもよい。たっぷり1時間、周作のあさりやオナニーシーンだけが入ったビデオを、あの日、タイマー起動で流したのだった。寺尾が調達してくれたボタンカバーは強力で、リモコンがない限り、決してテレビとビデオデッキを操作できないようにした。テレビの電源ボタンにも、まさきは寺尾に言われた通りの細工をし、電源を切られないようにしておいた。周作が動揺しながら懸命に映像を止めようとした姿がまさきの目に浮かぶ。両親は多くを語ってくれなかったが、蛍光灯を道連れに周作が床に落下するとは予定外だった。まさきはほんのおまけのつもりでビデオデッキ遠隔操作装置に見立てた罠を作ったのだった。プラスチック板で作った四角いものにカッターの替え刃2、30枚を浅く埋め込んでおく。あまり期待しないで取り付けた罠が予想以上のダメージを周作に与えてくれるとは、蛍光灯まで外れるなんて考えていなかった。両親にオナニー映像を見られ、右手には替え刃、体中には蛍光灯の破片が突き刺さった周作の姿を想像すると、まさきは嬉しさで体が震えてしまう。食べ終えたまさきは丼を片付け、カバンを持って2階の自分の部屋に向かった。ドアを開け、いつも通りにカバンを放った。だが、まさきは何か部屋に異変が生じていることを悟った。まさきは目を向いた。異変は足元で起こっていた。異変という言葉を使うほど生易しいものではなかった。オーディオラックの左右の蓋板が破壊されていた。右の方の蓋板を見る。ダイヤル錠はついたままで、蓋板だけが縦横無尽に激しく割れていた。先端の尖ったハンマーでも使ったのだろうか、
板が強力な力でぶち破られたのは推測できた。なぜ右の蓋板を？まさきは疑問に思う。ダイヤル錠なのだ。周作は何回も改造をしていたし、中のものを取り出したいのならば、わざわざ蓋板を破壊する必要などないはずだった。あさることが目的ではなかったのか。まさきはそういう結論に達した。蓋板をぶち破りたくなるほどの怒りを周作は抱えているのか。まさきは左の蓋板に目を向けた。こちらはもっとひどかった。この蓋板を開けるために周作は頭を懸命に絞ってきたのだろう。我慢ができなくなった周作はついにこの蓋板を破壊した。右の蓋板を破ったのはその流れと言っても良いだろう。蓋板はいくつにも分断され、木の繊維が何本もむき出しにされ、おまけに蝶貝まで折れ曲がっていた。まさきは連続殺人鬼の姿に周作の顔を重ねた。そのイメージはこの惨状にぴったりと合っている。怒りに任せた単純な破壊行動だけだとまさきは思ったが、左スペースの中を見るとその考えは吹き飛んだ。南京錠に守られていたオーディオラックの左スペースはめちゃくちゃにかき回されていた。まさきはここに何をしまっていたかを思い出す。アダルトビデオ、500円玉貯金箱、無修正 DVD、ジフベックのサイン入りピック、船木正勝が投げた汗拭きタオル、4年間分の日記。はっとしてまさきはラックの中をまさぐった。日記だけは最後まで隠し通したい。日記には毎夜自分の悩み、喜び、計画、反省、憎しみが思ったままに書き連ねられている。心の中をそのまま表している日記だけは誰の目にも触れさせないつもりでいた。思い起こせば、まさきが部屋の中を漁られたかどうか必要にチェックするようになったのも、周作に日記を読まれた時からだった。中3の夏、中2の頃につけていた日記を入れた茶封筒が開いているのをまさきは見つけたのだ。のり付けしてあったはずの茶封筒は口が開いたままになっており、まさきはひどくショックを受けた。その時にまさきは周作に対する強い警戒心を抱き始めたのだった。中2の頃から高1の頃までの日記が入った茶封筒はすべて封を切られていた。まさきは落胆した。3冊ともすべて読まれてしまった。封筒に入っていなかった新しい日記帳も周作に読まれてしまったに違いない。その証拠に今年の日記帳の数ページが乱雑に折れ曲がっていた。周作に心の中を見透かされたも同然だった。まさきは激しい殺人を覚えた。それと同時に怒りが湧いてくる。あんな奴に俺の数年間の心の内を読まれてしまうなんて。まさきは気を取り直してオーディオラックの中を探った。アダルトビデオ数本と DVD はそのままで、サイン入りピック、船木タオルも特に損傷はなかった。貯金箱がない。まさきはもう一度よく探した。だがやはり見つからない。500円玉貯金箱が、あれはいっぱいにすると30万円になる。3分の1は溜まっているはずだから10万円前後はある。大胆に出たものだとまさきは呆れた。それとも周作にいじめられている気配があったかどうか、まさきは思い出してみる。広く浅くしか友達を持っていない周作だったが、いじめられているようには思えなかった。カツ上げされているわけではないだろう。どうやら早急に金が必要だったわけでもなさそうだった。だとしたらやはり自分に対する恨みか、とまさきは結論を出した。部屋を出ようとしてまさきはドアの方を向いた。入ってくる時には気づかなかったが、ドアのある壁に面した本棚、収納スペース等が嵐が過ぎ去った後のような状態になっていた。本は床に散乱し、収納スペースは開け放たれ、釣り用の練り絵の粉が白くあたりに撒き散らされている。それを横目で見つつ、まさきは和室を隔てたところにある周作の部屋のドアを開けた。周作はいない。ベッドで寝ているわけでもなかった。まさきはリビングに降りてコーヒーを沸かし、心を落ち着かせた。ついに周作は兄である自分の目を気にしないようになってしまった。
もう自分の部屋の中に物を隠す空間はない。オーディオラックまで壊されてしまったのだ。金属製の金庫でも買わなければ周作の目からは何も隠せない。今日はここまでとなります。思ったよりのぼせなかったですね。のぼせちゃうかなと思ったんですけど、僕がチェックインする段階でもうお湯が張られていて、で露天風呂なんで風で冷やされて、ほんと38度ぐらいのちょうどいいお湯の温度です。ですね、人生で成功を収めたいときに読む本、サクセスの秘密、新鮮味とか書きましたね。そういえば中原雅也さん、僕のすごい文字が少ないですね。文字が少ないな。さあ、ここから地下に降りてきます。地下には映画館とあるみたいです。すごい、なんかバイオハザードみたい。見たす絵本がありますね。ここはミニシアターですね。すごい、なんつうの、なんかおしゃれなティーカー、ショートフィルム。さあ、地下を探訪します。ここ部屋になってますね。あ、僕の BM が見えます。ここは山田裕介さんのおすすめ、辻村さんのおすすめ。あ、綿谷さんのおすすめ本がある。癒しはいらない。こもってる感じがしてすごいいいです。なんか落ち着くな。ほんとなんかあちこちに本棚が置いてあって、バイオハザードみたいだな。コーラさんのおすすめも、旅がしたくなる絵本。
めな朝食です。ミネストローネです。ここがショップです。あ、僕の本も置いてあります。